リアルスタイルフィットネスクラブトレーナーの八嶋です。よろしくお願いします。今からワンハンドローイング、背中のトレーニングをやっていきたいと思います。女性でも背中を鍛えてあげることによって、こう逆三角形とまではいかないですけど、ウエストが細く見えてくびれて見えたりとかするのでおすすめです。あと猫背気味の方とか、姿勢が悪いって言われる方でも、この辺の筋肉がしっかりほぐれて血流が良くなったりとかっていうことがあるので、姿勢改善にも効果的なトレーニングになります。では実際にやっていきたいと思います。ダンベルを持っていただいて、膝と手をついていただきます。で、ダンベルの重みでグッと、背中から腕にかけての筋肉をストレッチさせます。で、そこから自分の腰あたりに向かってこのダンベルを引いていきます。で、伸ばすっていう繰り返しなんですけれども、イメージとしてはこうグッと胸を張って引いてくるような感じになります。で、ありがちなパターンとして、こう腕の力だけで引いてきてしまう。で、そうするとこの力こぶの筋肉しか使わないので、胸を張って腰に向かって引いてくるっていうのを意識しながらやるといいです。では実際にやってみたいと思います。といった感じになります。引いてくるときに息を、吐いて、下ろすときに吸ってっていうのを意識していただくのと、あと下ろすときの方がゆっくり下ろすっていうのを意識するとより効果的です。10回から12回ぐらいできる重さでかける3セットやっていただいたらいいかなと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。